兵庫県香美町では大きなカルタを使ったジャンボカルタ大会が開かれました。このカルタ大会は子どもたちに楽しみながら地域について学んでもらおうと香美町村岡区の公民館が開催したもので、今日は3歳から小学3年生までの33人が参加しました。使われるのは地域の歴史や文化を盛り込んだ村岡区いろはかるたで、本来の札より大きな A3 サイズ。子どもたちは年齢別に3つのグループに分かれ競い合いました。大会の後、子どもたちは餅つきをし、つきたての餅を美味しそうに頬張っていました。